ジュリー・ペイエットは、カナダ人の工学者、カナダ宇宙庁の宇宙飛行士である。STS-96 と STS-127 で2度の宇宙飛行を行い、25日以上を宇宙で過ごした。2017年7月13日に、カナダ総督に任命され、同年10月2日就任。2021年1月、スタッフへのハラスメント疑惑に関連し、 総督を辞任した。ケベック州モントリオール出身。ペイエットは、モントリオールの小学校、中学校を卒業した。1982年、彼女は、南ウェールズのアトランティックカレッジで、国際バカロレア資格を取得した。1986年には、マギル大学で工学の学士号。1990年には、トロント大学で、応用科学の修士号を取得した。 1986年から1988年までペイエットは IBM でシステムエンジニアとして働いた。1988年から1990年まではトロント大学で大学院生としてコンピューターアーキテクチャの高度化に取り組んだ。1991年の初めペイエットはチューリヒにある IBM の通信部門で1年間客員研究員として 研究を行った。1992年1月にカナダに戻ると、彼女はモントリオールのベルノーザンリサーチで音声研究のグループに加わり、コンピュータの音声認識を利用した電話音声の研究に取り組んだ。ペイエットは1992年6月に5330人の応募者の中からカナダ宇宙庁の宇宙飛行士の4人の候補に選ばれた。 カナダでの基礎的な訓練を終えた後、カナダの国際宇宙ステーションへの貢献であるロボットシステムへの技術アドバイザーとして働いた。1993年、ペイエットはカナダ宇宙飛行士プログラムの中にヒューマン・コンピューターインタラクショングループを創設し、北大西洋条約機構では音声プロセスに関する国際研究グループの技術スペシャリストを務めた。またペイエットは 宇宙飛行の準備として商業パイロットのライセンスを取得し120時間以上の飛行を経験した。1996年4月、ペイエットは深海ダイビングの資格を得た。1996年2月にはサスカチワン州にあるカナダ空軍のムース城基地で軍用ジェット CT-114 の操縦資格を得た。1997年には 軍の景気計画の資格を得た。ペイエットは1300時間以上の飛行を経験し、そのうち450時間はジェット機だった。STS-127 で頭上の窓から見ながらカナダアームを操作するペイエットペイエットは1996年8月からジョンソン宇宙センターでミッションスペシャリストとしての訓練を開始した。1年間の訓練を終えると、 宇宙飛行士室のロボット部門に配属され、1998年春に宇宙飛行士としての最初の訓練を終えた。ペイエットは STS-96 の乗組員に選ばれ、1996年5月27日から6月6日までスペースシャトルディスカバリーで宇宙飛行を行った。このミッションでは史上初めてスペースシャトルと 国際宇宙ステーションのドッキングが手動で行われ、4トンの機材や補給品が運搬された。ディスカバリーでは、ペイエットはミッションスペシャリストを務め、ステーションのシステムとシャトルリモートマニピュレータシステムの操作を担当した。STS-96 のミッションでは地球を153周し、9日19時間13分で600万キロメートル以上を移動した。ペイエットは、 国際宇宙ステーションに登場した最初のカナダ人になった。ペイエットは2000年から2007年にはカナダ宇宙庁の宇宙飛行士の主任を務めた。また、STS-114、STS-121 ではヒューストンで更新担当員を務めた。ペイエットは2009年の STS-127 で7月15日から31日にかけて フライトエンジニアとしてエンデバーに乗って再び国際宇宙ステーションを訪れた。これは二人のカナダ人が宇宙空間で同時に顔を合わせた初めての時だった。2017年7月13日、国王エリザベス2世より次期カナダ総督に任命されたことがジャスティン・トルドー首相より発表された。10月2日に着任。2020年7月に 総督スタッフへのハラスメント疑惑の報道があり、数密院事務局は調査を開始、前職のスタッフや複数の総督関連スタッフからも同様の訴えがあったことが明るみに出た。2021年1月21日、ハラスメント疑惑の報告書の発表を前に総督の辞表を提出した。カナダ総督がスキャンダルを理由に公認未決定のまま辞職したのは、 史上初であり、トルドー首相も任命責任などを問われ批判された。ペイエットはフランス系カナダ人であり、フランス語と英語に堪能である。また、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語も話すことができる。以前モントリオールの技術者、フランソはブリゼットと結婚していたが、現在は元カナダ空軍でテストパイロットのビリー・フリンと結婚している。二人の息子がいる。 また彼女は、モントリオール公共楽団でピアノを弾き、歌を歌っている。最近のミッションでは、彼女は、モントリオール出身のアイスホッケー選手、モーリス・リシャールのサイン入りセーターを持参した。2000年、彼女は、ナショナル・オーダー・オブ・ケベックを訓し、ナイトに助せられた。2006年11月22日には、アルバータ大学から名誉博士号を送られた。彼女は、その他にも、 合計14個の名誉学位を持っている。2010年にカナダで行われたバンクーバーオリンピックの開会式ではオリンピック機の機種の補助を務めた。同年、カナダ君少女君。2017年、カナダ君少女君。ありがとうございます。